本日は LJL への昇格を目指す戦い LJL チャレンジャーシリーズ2017サマースプリットのウィーク2の模様をお送りしております。さあゲーム2最後の集団戦しっかりとひっくり返して勝利したのはスカーツとなりました、うん、そうでしたね。最後の集団戦 あとはメガナーになっていればといったシーンだったんですけど、やはりメガナーになるスピードが少し遅れてしまったのが、まあ、決め手になってしまったのかなと。まあ、ゲーム1ゲーム2たらどちらも思うのはゴールドが離れていてもやっぱりポテンシャルのある集団戦をどのチームも見せるなと。そうですね、驚きなんですけど、もし1万1000ゴールドの差があったときに、集団戦を勝ち切るというのはやはり難しいんですよね。それでも、ビルド差がありつつも、集団戦をうまく立ち回っていくという点ではやはり集団戦の質が高いと言っていいと思いますね。まあ、なんでしょう、まあ、某記事でですね、セブンセーブのティントン選手が、まあ、今の2軍2部リーグは強いので絶対にプロモーシーズンに行きたくないみたいな話もしてましたけど、まあ、そういうのがうなずける、そういう、ね、個人のパフォーマンスが出ている試合なのかなと思います。そうですね。さあそしてこの後ゲーム3、本日の放送試合最後となります。 LJL チャレンジャーシリーズ2017サマースプリットのゲーム3、ランページクインテッド VS 花組カレンの試合、こちらの模様をお送りいたします。まずはじめにランページクインテッドのスターターから見ていきましょう。トップイエスファイル、ジャングルクロック、ミッドレモン、エリシーメロン、サポートカブブンとなっております。そして続いては花組カレンのスターターです。トップストライダー、ジャングル北京ダック、ミッドアリポ、エリシーアメ、サポートサーセンとなっています。続いて両チームのチームグラフです。さあ大きく伸びているのが私のミッドレーナー、ただランページクインテッドはどちらかというとバランスがいいようなグラフに見えます。そうですね、ランページクインテッドは全体的にダメージを出している印象を受けますが、花組カレンはやはりミッドレーナーが飛び抜けてますね。ただやはり偏りというのはいい側面もあり逆に悪い側面もあると。そうですね。さあそして続いては両チームの注目選手です。ランページクインテッドからはジャングルのクロック、そして花組カレンからはミッドレーナーのアリポ。まず KP とダメージシェアを見ていただけると分かるんですけど、アリポ選手は花組カレンの中心となっているプレイヤーだと思うんですよね。そのアリポ選手がやはり勝つと勢いづくんですよ、チーム全体が。なのでそのチーム全体を勢いづかす、チーム全体が勢いづかせた状態にするために、まずジャングラーとのコンビネーションで、ミッドレーンをどのように有利にしていくか、そしてその有利にしたレーンをアリポ選手はどのように全体に還元していくのかに対して、ランページクインテッドのクロック選手はそのミッドレーンをどのように勢いづかせないようにできるか、そしてもしくは潰せるかといったところで大事になってきますね。そして勢いもし勢いづかせてしまった時にアグレッシブに動いてくる敵のジャングラーをどう対処していくのかというのが重要なポイントになってくると思います。まあ、先ほどのチームグラフを見ていただければ分かると思うんですが、まあ、花組カレン、アリポ、まあ、中心人物、まあ、ダメージの中心になっているのは間違いないですから、まあ、逆に言うと彼が勝ち切らないとそのバランスのいいランページクインテッドに対しては厳しいと。そうですね、あとランページクインテッドは比較的レイトゲームキャリーを置く構成になっているの で中盤花組カレンあまり得意としないので、できるならば序盤で勝ち切って一気に中盤決めていきたいと花組カレンは思っていると思うんですよね。さあ決めきれるか。そうですね、ランページクインテッドとしてはメロンがね控えていますから、レートゲームにはレートゲーム得意としてますから。さあそれでは見ていきましょう。ブルーサイドがランページクインテッド、レッドサイドが花組カレンです。ちなみに本日行われている未放送試合の試合ではランページクインテッドが勝利を収めています。その時の、まあ、構成としてはランページクインテッドは、まあ、プロテクト AD キャリーと言われるような構成を、そして花組カレンはまあそれに対してカウンターを取っているような構成を行っていました。まあ、ピックアップに優れている構成を取っていましたね。ただ2試合ともシェンがバーンされてますね。これはまあストライダーが見せてしまいましたから、やはり得意チャンピオンですからね。未放送試合をしっかりと見て研究したんですけどね。
さあシェン、ザック、スウェインをバーンしていきましたランページクインテッド。そしてそれに対する花見カレンはフィオラ・リーシンと見せています。このスウェインはゲーム1でジャックスに対して花見カレンが見せたピックでした。おそらく猛威を振るったんでしょうね。このバーンをするということはよほど強かった、まあ、ちょっと対策を今の現状では持っていないということなのかもしれません。その上でエリスをラストピックしてランページクインテッドのピックは早いです。まあランページクインテッドらしいという側面もあるでしょうか。ケイトリン安定してますから、レートゲームも強いですし序盤も崩されない。なるとランページクインテッドはやはりレートゲームに思考を置いているのかなと。そしてそれに対する花見カレンはザヤです。ちょっとザヤケイトリンに対しては厳しいのかなという話が先ほど AD キャリーの話の中でありましたけれど、そうですね、オートアタックのレンジがかなり短いので、一方的に殴られてしまう場面が多いので、かなりザヤというチャンピオンをピックするのは厳しいと思うんですが、まあ、先ほどのゲームではランペチクインテッドが逆にザヤとルルというボットレーンのコミュニケーションを見せていましたが、さあどうなるか。花見カレンのセカンドピックはレクサイです。これに対してレクサに対してグラガス、グラガスですか、これはジャングルですかね。おそらくジャングルだと思いますね。そしてスレッシュ、キルレーンにしていくということですかね。ケイトリンなんですけどキルレーンできるんですか、ケイトリン、まあ、スレッシュがフックをしたときにケイトリンがトラップを置くんですよ。あ、ヨードルトラップを組み合わせると、はい、そうすると、まあ、CC 重なって動けなくなり、なおかつヘッドショットダメージも入ると、そういうのがあるんですよね、コンビとして。ただ花組カレンも望むところのようですよ。お互いにフックしたがっているようですね。さあブリッツをピックしていくのは花組カレン。この組み合わせになったときどっちの連動これパワーあるんですか。一番最初、始まって序盤10分までは、ブリッツクランクの方がやはりプレッシャーというところはあるんですけど、こう後になればなってくるほどスレッシュの方がやはり存在感というところはあるんですよね。なるほど。さあバンフェイズ2、ジャックスをバンしていくのは花見カレンです。それに対してはランページクインテッド レネクトンを返します。お互いにトップレーンの警戒をして、おそらくミッドレーンのピックは最後に回すと思うんですよね。さらにはガリオ、まだお互いのソロレーナーどちらも見えていない状況です。花組カレンがどちらのピックを残すのかちょっと楽しみですね。おそらくミッドのピックを最後にするとは思うんですけど、ここで何か取りたいチャンピオン、スウェインのように。ただこうタリアをバーンしたということはクインテッドは後期が欲しいのでは。そうですね、そうタリア、もしくはアリポ選手がタリアを得意としているのでターゲットバンということも十分に考えられると思います。確かに非常に素晴らしいプレーを見せていました。ただこれ後期を逆に取り上げましたかね。取り上げましたね。さあ後期をピックしているのは花見カレン。カサリン、先ほど話していたようにカサリンをピックするか、もしくは他にロームチャンピオンをピックするか。見えてますよ。ですよね。いきますか。カサリンがおそらくベターだと思うんですけど、ただレベル5まではというのもありますけど、お取りましたね、カサディンです。強気ですね。やはりレーニングは厳しいんですよね。レンジとメレーというのもありまして、さらにお先出しでクレットです。そうなると先ほどのようにまあナーを出してもいいのかなと思うんですけど、ただ先ほどナードミネートされてしまいましたよね。そうなんですよね。なので今回出てきているのはジャーバン4ですね。やはりこう最序盤の立ち上げというのはナー難しいということなんでしょうか。そうですね、やはり、まあ、レベルが上がると、レンジがどんどん伸びていくんですよ。まあ、そうなんですなんですけど、レベル1だとまあレンジがだいたい425か375しかないので、まあ、十分さ、まあ、クレットが飛びつける距離ですよね。そうなるとやはりクレットの方が序盤は有利なのかなと。それに対して今回はジャーバン4世という答えを花見から出しました。やはり逃げることができなくなるんですよね。あとクレットが CS を取りに来たタイミングで Q であったり EQ のコンボで打ち上げたりで、レクサイと合わせる動きっていうのはジャーバン、そしてレクサイ得意としてるんですよね。なのでトップレーンにできるだけガンクを行くのかなとは思いますね。さあこれでお互いの構成で揃いました。まあ、後期のトラステからの誘導したようなカサディンのピックであったり、ちょっと面白いドラフトになりましたが、改めてどうでしょう。そうですね、一進一退のバンピックではあったんですけど、
ボットレーンから作っていくのかなと、僕は 花組からもボットレーンから作っていくのかなと思ったんですけど、それでもトップレーンにジャーバン4そして、レクサイを置いたとなると、トップレーンからのゲームを作るというのは、まあ、楽になるので、トップレーンから主軸に作って、主軸というのは、まあ、ミッドレーンを主軸にしてトップレーンを、サブで上げていくと、そして、あのランページクインテッドはやはりレイトゲーム志向ですかね。カサディンをピックしたのであれば、やはりレイトゲームに持っていけば、まあ、勝利する確率はかなり上がるの で、ケイトリンとスレッシュで、安定して、レーンを、まあ、ドミネートしていって、そして中盤からケイトリンがミッドに行って、タワーを守りつつカサディンの成長を待つといった形になると思いますね。ランペンジクインテとしては耐えるようなレーンが、まあ、ゲームメイクをしなければならないと。そう言えると思います。ただトップレーンはどうなんでしょう。トップレーンはそうですね、クレット対ジャーバン、まあ、クレットがキルを取られ続けなければ、まあ、ジャーバンが飛びついてくる可能性というのもやはり少なくなるので、まあ、トップレーンはできるだけ、まあ、キルが起こらないように、なおかつ、まあ、CS を負けないように立ち回っていくしかないとは思いますね。あとは単純にそのクレットというチャンピオンが仮にそのレーンで勝てなくなってしまった時に、結構その影響力が少なくなってしまうのかなというところが懸念事項なんですよね。そうですね、この構成を見ると、まあ、グラガスとスレッシュがエンゲージ能力があるんですけど、まあ、それを楽にするのにクレットのアルティメットというのが必要なんですよね。なのでダメージが出なくなったり、硬さに少し難があるとランページクインテッドとしては立ち回りが難しくなるかなと。まあ、他のレーンを安定しながら、じゃあクレットに対してのケアを行っていくのではないかというところですかね。そうですね。そしてそれに対する花組カレンとしては、まあ、トップレーンを、まあ、逆にスノーボール、ジャーマン4をスノーボールさせていくのはまあ簡単だとさっき話してましたね。レクサイというチャンピオンはやはり、まあ、自分自身で打ち上げもあり、ジャバンも打ち上げがありスローもあるので、キル、まあ、強力なキルレーン作ろうと思えばできますよね。さあ、それでは本日のゲーム3、ランページクインテッド VS 花組カレンの試合スタートです。さあ、サーセン、グラブの試し打ちも済みました。レベル1パワースパイクですよ。どこ行きますか。やはりボットレーンに入っていく動きはしてますけど、ただ集まってないですね。いや、レベル1がそこまで強いわけではないんで、まあ、グラブしても倒しきれないだろうという判断ですね。出撃まであと30秒。他のメンバー的にもちょっと難しいと。そう言えると思います。さあ、睨み合いからワードがどうなったかです。リバーの中に1本、花組カレンは相手を牽制するようなワードをさせました。これによってランページクインテッド、ラプターに向かってのワーディングは行えませんでした。ちょっと珍しいんですけど、アリポ選手テレポート持ってるんですよね。そうですね、本来イグゾーストという選択が、後期は一番あるんですけど、テレポートっていうのはちょっと見たことないですね。これは何を、まあ、レーニングつらいということなんでしょうか。もしくはパッケージがない状態でもサイドロームができるような状態にしておく、カサディンは基本的にテレポートを持つチャンピオンなので、それに対して合わせていったということは十分考えられますね。なるほど。おっと、そしてここでレイドインベードですよ。見られましたか。いや、まだ待っている。ただここでボットレーンの序盤のレベル2先行捨ててでも行くのかなと思いましたが、ここでやめました。ただこれカブプン選手イグゾーストなんですよね。あまりキルは狙っていないんですかね。そして逆に花組カレンはサーセン、イグナイトです。やはりブリッツ制チャンピオン、グラブをしてキルを取り切っていくというのが魅力の一つでもありますから。さあ、プレッシャーをかけながら引っ張って、まだレベル1です、お互い。いや、ちょっとこのボットレーン、キルレーンになりそうで楽しみですね。そうですね、グラブしてそこからキルにつながるかというのが。そしてミッドレーン、カウンター程度もやはりアリポの方がレーンのコントロールは取ります。相手のブルーを確認する動き、そしてキーストーンはこのようになっています。ブリッツ、サーセン選手、サンダーロードなんですね。もうやる気満々ですね。ただ株分を上げてはいない。しっかりとフックを当ててサーセンの体力を削っていきます。
これ最近だと巨人の勇気の方が多い印象ありましたけれど、そうですよね、ブリッツクランクは基本的に巨人の勇気の方が使い勝手はいいですし、まあダメージを出したいと。そうですね。ただ、そしてそのステップアップレベル3でのボットリのガンクです。メロン、ここはフラッシュで対応しました。さあここでフラッシュを落としてしまうと、ブリッツクランクのプレッシャーがかなりきつくなるので、もう一度同じセットアップからグラブが決まってしまうと E でブリンクしても逃げ切れない距離感ですよね。そうですね、むしろ、もう一度プッシュして、レーンを真ん中に置いてしまえば北京ダック選手の、フラッシュインからの打ち上げで、まあ、確実にキルは取られてしまうかなと。さあボットレーンのフォーカスを置いた動きでした。クロックはトップレーンにガンクするのではなく一度リコールを判断します。リダイブは難しいですからね、このレベルになると。さあクロックは一度リコールしてすぐさま、まあ、ミドリエンチャントのワードの置けるジャングルアイテムへの進化を優先しました。北京ダックはどうするのかちょっと注目ですね。まだリコールはしないようですね。ここワードは刺さっていますが、まだ赤トリンケットもコントロールワードもありませんから、花組カレンは視界を消すことはできません。おっとミッドレーンのレモン狙っている。さあ挟み込んでの動き、フラッシュアウトが間に合いました。レモンフラッシュがダウンです。しっかりと反応していきましたね。しかしこうなると、真ん中より前に出ることが難しくなるので、プッシュといったところでちょっとレーンコントロール奪われてしまいますね。まあでもカサディンなんでそもそもレーンコントロール取れないでしょう。まあそうなんですけどまあ、キル取られる可能性っていうのが上がってしまうので、まあ確かにそうですね。ちょっと無理に CS を取りに行くという動きは今後できそうにありません。しばらくはパッシブにレーンをするしかないかと思いますね。さあ北京ダックまだ戻らない。おっとそしてアリポはテレポートをここで使用しました。ブロックを狙っているような動きも見えましたが無理はしません。あのまま深い位置でファームを続けていれば北京ダックとの挟み撃ちだったと。そうですね、そこでクロック選手がフラッシュを落としてしまうとエンゲージの輪が厳しくなってしまうので、ここはあそこは無理せず下がるというのは賢い判断ですね。ミッドレーンへの狙いを北京ダック続けていますが、この動き見えているでしょうか。ギリギリワード映っていないか。さあレモン囲まれたぞ。まだレベル5だ。アルティメットリフトウォークはない。ボットネサイドに体を寄せる。そこにはクロックも待っている。さあどうフォーカスする。まず打ち上げがレモンに入った。そこからのバーストダメージでファーストブラッドはアリポー、ただキープしてきますよ。さあトレップレーンから先に寄ることができているのはイエスファイル。ストライダーも合流。さあ E 級ノックアップクロックに仕掛けていく。まだフラッシュは持っている状況か。ストライダーが逆にマナがなくなった。さらにはローヘルスというところで思い切って仕掛けていくのはイエスファイル。ただフラッシュアウトが間に合ってキルに繋がっていない。そしてここでスカールが逃げてしまう。そこでボットレーンからグラップ決めていくのはサーセン。ストライダー逃げることはできませんでしたが、21トレードゴールドで勝っていったのは花組カレンだ。サーセン選手走ってきましたねさあ駆けつけグラブ決めていきました。クロック選手フラッシュ残していたのでフラッシュで避けても良かったと思うんですけど、まさか自分に来るとはといった感じでしたね。さあクロックフラッシュあったんですけれど、まあ、予期せぬ動きで使えませんでした。いやあそこはサーセン選手が一瞬上ムーブをしたことによっておそらくイエスファイル選手を狙うと思ったんですよね。その一歩の動きでこう相手の思考を乱したと。そう言えると思いますね。結構こういうフックチャンピオンっていうのはそういう小さい動きが大事だっていうふうに聞きますね。そうですね、正面に動いてその正面の敵を狙うという狙ってしまうと自分が狙われているんだなとやっぱ分かってしまうんですよね。それと、まっすぐに歩いてその真正面の敵を狙うではなく自分の真横の敵を狙っていく。そうするとフックの確率っていうのはやはり上がるんですよね。あとスレッシュだとなんかその予備モーションをなんか隠すような動きもあるなんて聞いたことありますね。オートアタックをした直後に 急スキルを使うと消せるんですよね。あとなんか後ろ投げる前にこう後ろ向くことで一回こうくるっと回すモーションをまあ分かりづらくするみたいな、そういうのはありますね。あとは Q を使った直後に E スキル、プレイを使うとあのモーションが消えるんですよねそれによってまあ読めませんよね。そうなるとなかなか読みづらいんですよね。まずはゲーム展開動かしていったのは花組カレンです。そしてアリポは
ヘクスドリンが完成しました。こうなると 1v1 のところで、ね、キルを取っていくというのが難しくなるので、レモン選手はしばらく、ロッドベージスが完成するまではなかなか当たり合いを起こせないかなと。カウンターが取れているとはいえ、まあ、カサディンですからなんていうか、まあ、ファームができるレーンっていう印象でしょうかね。そうですね。あとは、まあ、カウンターと言われていてもやはりレートゲーム向けのチャンピオンなので、レートゲームになるまではそのカウンターとしての仕事をしっかりと果たせるかどうかと言われると別になりますね。しっかりと抑え込むレーニングができているのはリポです。ただ CS はレモンほとんど落としていないでしょうか。タワー下に押さえつけられながらでもアリポに対してこれ勝ってますからね。しっかりと CS 取っているんですね。はい、取れて CS をしっかり取れているのと取れていないのでは大きな差がありますからね。ただ個人金額のところでやはりキルが入ってしまったというところでアリポに軍配が上がるようです。500ゴールドから600ゴールドの差があります。今ブルーバフをマリポ選手に渡していますね。こうなるとプッシュといったところでさらに厳しくなる。まあ、今パッケージは持ってはいません。マリポが相手の視界を確認しに行くような動き、さらにはストライダーもトップレーンで動けている。ただ CS のところではイエスファイルが有利を取っています。お互いテレポートはもうすぐ上がる時間帯です。おそらくこれはボットレーンサイドにジャングラーがいることを花組カレンは把握していると思うので、北京ダックここで味方のエンゲージを待つのか、それともカウンターを狙うようなそういう立ち位置です。今ボット寄ってますけど一度やめます。そしてミッドレーンに襲いかかりのイエスファイル、アリポフラッシュはあります。さあチャージからダメージを与えていく、タワーダイブの形になりますが、それでも強引に行く。そしておごりで手前に寄せたのでヘクスドリンカーのシールドがあっても生き延びれなかった。イエスファイルのキルになります。いやー、ストライダー選手がテレポートなかったのもそうなんですけど、イエスファイル選手のアルティメット素晴らしいですね。しっかりと当たるように動いていたので。ただやはりクレッタがトップレーンから姿が消えてしばらく経っていたので、あそこまでラインを上げてしまうと、まあ、アルティメット来てしまうのでもう少し警戒が必要でしたね。さあトップの ESY のロームからサインをクロックから動かしていきました。そしてフックはここはカバーするような動きでサーセン体を張ってフックを AD キャリーから守ったと。そして合わせていくのはアメベダストのダメージ HQ 確保。そしてアリポがやってきた。そのままボットレーンを借り切って2キル獲得。花組カレン、アメ選手のアルティメットフラッシュ、そして E、 これでメロン選手のキルを取れたのも大きいんですけど、まずサーセン選手がフックを水分の体でブロックしたんですよね。あれ間違いなく守りに行きましたよね。守りに行く動きでした。そしてその後にパッケージを持ったままテレポートしたんですよ。これはかなり頭いいですね。いや、後期がテレポートを持っていることっていうのはないので、いいです。なんて本当になんて言うんでしょう、ランブルが来たみたいでしたね。テレポートしてきたと思ったらパッケージでボン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 と飛んでいたので。さあ花組カレン、ボットレーンからゲームを作り出す動きできています。これで11分の段階で1000ゴールド、いや1400ゴールドの有利、さらにはマウンテンドレイクの獲得になりました。確かにミッドレーンでキル取られてしまって、レモン選手に、まあ、少し、まあ、経験値といったところで追いつかれてしまったかなと思ったんですけど、その後テレポートでしっかり返しましたね。またサーセン来てましたね。縦横無尽に走り回ってますね。カサディンのレモンのいるレーンにはそんなに刺さらないと思うんですけれど、ただ刺す自信があるということですよね。確かに一瞬のサイレンスは持っているチャンピオンではあります。確か 0.75 秒でしたよね。さあ先ほどのリプレイです。この動き、アメ選手少し前出すぎたんですけど、ここですよね。ここですよね。しっかりと前出て思ってですね、フラッシュでしっかりと打ち上げ入ってたんですけど、お互いにちゃんとキルラインを見えてると思いますよね。そしてこれですよね。ちょっとこのパッケージの使い方は読めないですよね。まあもしかしたら、まあ、トップのテレポートかもしれませんからね。
トップのテレポートであるならば、まあ、そして花組カレン、タワーは割られてしまったが、今度はボットレーンと狙いを定めているか。ただ初手を禁じられたので相手のテレポートが間に合いそうなタイミングだ。北京ダック、ここはフックで捕まってしまった。フラッシュアウトを対応している。後ろからレモンがやってくる。さあ森人を送る。相手ダメージを出る時間帯ですよ。決戦場で3人や4人を囲い込んだ。そこからダメージを出していくのは花組カレン。ただここでアリポが登場。すでに相手の体力は非常にローヘルスの状況。さあただマナがないか、マナがないか。アリポ、レモンも逃げ延びることができている。ここは11のトレードになりました。いや、全体的にローヘルスではあったので、キルアリポ選手全て回収できるかなとは思ったんですけど、ちょっとマナが足りませんでしたね。ただこれ睨みを続けてますね。ただあまり睨みを続けているのもストライダーがちょっと狙っていますよ。さあクロックが仕掛けたタイミングでもう一度捕まえていくの。さあストライダーまだ出ない。ここで前に出たイエスファイルを狙いに行く。スカーラーもう逃げてしまったタイミング、イグナイト前に使ってキルを取っていくのはアリポのキル。さらに集団戦が続く。アリポン学ばないが、クロック思い切って前に出て狙いに行くのはストライダー。あと一発、あと一発、Q が届き切った。ただサーセンがやってきているぞ。さあブリッツグラブで捕まえた。ただブラストコーンを使って重りが、これは結果的に避ける形になった。この動きはとてもじゃないが読めないぞ。ずいぶん長い集団戦ではあったんですけど、いやしっかりとストライダー選手キルができるタイミングまで身を隠していたのが大きかったですね。もう少し重り早く使えていたら、あと1キル取れたかなと思うんですけど、それでもあの動きは少し読めないですね。サーセンの発想が独特すぎますね。まあこれも長年やっぱ出続けてきてますからね。さあただ今のトレードでランページクインテッドの方にゴールドが入ったのかなという金額状況です。そうです。あとはトップレーンのミニオンが押し付けられた状態での、テレポーターだったので、これはかなり経験値差がついてしまいますね。イエスファイルがレベル10、ストライダーがレベル9です。これでおそらくレベル11になってもおかしくないと思うんですよね。レベル11になりますか。かなりミニオン溜まってるんですよ。あ、本当ですね。ただそれに対してストライダー選手はかなり溜まっていたミニオンを全て、タワーに押し付けられて全て経験値ロストしてるんですよ。ここもそうですね、 ES ファイル余裕がありますから、十分 CS のいやミニオンのコントロールを取って自分の CS を伸ばすことができます。なりましたね。さあレベル11対レベルが9、ちょっと 1V1 ではもうどうしようもなさそうに見えます。このレベル差になると難しいですね。どちらかというとトップレーンにもう少し眼光いっても良かったかなと思ったんですが、ボットレーンで有利を取ったというのもあってボットレーンに比重を置いてましたね。ただオブジェクトにつながっているのはランペチクインテッドのトップレーンです。しかし強気に立ち回っていくのは雨、ね、かなりダメージ出ますね。もうそしてそこに北京ダッカー合流。タワーをなんとかしてこのタワーを割ってやろうという動きです。アリポのテレポートはあります。亀選手もサモナースペル2つとも残っているので、まあ、無理な立ち位置ができるのかなと。さあそのボットレーンのタワー破壊に対するカウンター、リフトヘラルドを狙いに行くのはランページクインテッド。これを獲得すればミッドレーンのタワーを手に、破壊できる可能性がぐっと上がりますから、この交換は素晴らしいと思いますね。ただ花組カレンとしてはボットレーン割り切ったので、これミッドにADキャリーとサポートを送り込んでこう守るような動きもできるんじゃないですか。そうなんですけど、おそらくトップレーンのタワーを先に割りたいというのもあるんですかね。それはなぜ、トップレーンのタワーをの、まあ、残っているのはあるんですけど、ミッドレーンにケイトリンが行くのは、まあ、定石といえば定石なんですよ。タワーの守る能力がかなり長けているので、ケイトリンというチャンピオンはタワーボットレーンのタワーが破壊されたり、タワーを破壊した後はミッドレーンに移るんですよね。そうなると、ミッドレーンのタワーを破壊することができなくなってしまうので、まあ、トップレーンのタワーを狙っていくのかなと。なるほど。ただここで一度お互いのキャリー陣はリコールをする判断です。ランページクインテッドはトップレーンに ES ファイルを置いたままですね。あとは、まあ、そう ES ファイル選手の成長を止めたいというのもあったんでしょうけど、 ES ファイル選手、おそらくトップレーンに雨が見えた後だったのでボットレーンに行ってもよかったと思うんですが、ここで姿も現しています。ストライダーはボットレーン、そしてそれに対してはレモンが対応に向かいます。トップレーンのダイブのセットアップも可能ですよ。花組カレントップレーンにかなり体を寄せてますね。そうなるとしかしボットレーンに体を寄せることになる。
このままタワーのトレードになりそうです。あー、リフトヘラルド出ましたね。ここでボットレーンに対してリフトヘラルドを召喚しました。こうなるともうタワーを守りきることはできない。ここからすでにグラガスが来ているので素晴らしいダメージですね。さあ人数2人をかけて、そしてトップレーンでは花見カレンが3人をかけてタワーのトレードになりました。ただどうでしょう、リフトヘラルドかなり体力が残っている状況下でこのままボットレーンに送り込めればですが、やったら無理はできません。ストライダー削りに入りますが、打体力 25% と 150、プラスダメージ、タワーが3割から2割ほど削れたでしょうか。お疲れ様でした、ヘラルドさん。ヘラルドチャージの時に目が隠れるんですね。まああのタイミングで倒されないためになんでしょうかね。ああなるほど、少し、ストライダー選手後ろミッドレーンのエンゲージ狙っているのはイエスファイル。サーセに狙いをつけたタイミングですが、人数が間に合うのか。非常に短期ではありますが、一応フラッシュアウトの判断になりました。そしてここからクロックのエンゲージですが、キャリーがまだ間に合っていない。そして決戦場でストライダーが相手を捕まえているぞ。キャリーがフリーでダメを出せるのさ、どっちになるのか。まずはハメが1件獲得、そこからフェザーストームですが、ここで捕まり切った。ただメロンもアリポにゾーニングしているのでこれ以上のダメージを出すことはできない。さあ状況としては花組カレンが有利になった。もうマナはありませんが、クロックを追い続けるのはストライダーとアリポの2人。現在キルの交換としては3人の状態ですが、これで1キルを追加して4キル獲得。花組カレン最後の素晴らしいスキルショットですね。いやー、イエスファイル選手アルティメットで仕掛けるのは良かったんですけど、味方がまだ追いついていない状況だったので、かなり削られてしまって集団戦への参加が難しくなったというのもあるんですが、ストライダー選手しっかりとキャリー陣に、決戦場を使えていたので、まあ、それもあって、フェム選手とアリポ選手がフリーにダメージ出せたというのも、まあ、花組カレンが集団戦を勝った要因にもなりますかね。あと今ランページクインテッドから仕掛けたんじゃないですか。まあ、結果的に集団戦になってしまったんですけれど、この時間帯ランベッジクインテッド集団戦をする時間なんでしょうか。まだ、まあ、ロットウェイジスが完成しているので集団戦自体を、あ、カサニンのロットウェイジスですね。今スタックが6ですね。まあ、仕掛けてもいいのかなとは思うんですけど、もう少し足並みを揃えないと、まあ、まだ勝てる状況ではないのかなと。アリポ選手トリニティフォースも完成しているのでパワースパイクを、まあ、迎えているチャンピオンがどれだけ多いのかなと言われると、ちょっと花組カレンなのかなという気はしますね。そうですね、ダメージの量を考えても花組カレンの方が今この時間は出るのかなと。ただ一つちょっと気になったのが、何でしょう、ブルーズアイサーセ選手フラッシュで受け止めてたんですよね。あー、本当にサポートの鏡みたいなプレーですね。でも、ブルーズアイフラッシュで受け止めなくてもアリポ選手落ちなかったんですよ。いやいやいや、一切触らせたくないんですよ。確かに HP5 割だったんでブルーズアイ当たれば3割になったのかなと思うんですけど、サポートの鏡ですね。さあミッドでの睨み合いが続きます。すでにタワーボットとトップ、このファーストタワーはどちらも割れている状況か。そしてリフトヘラルドはもうすでに使い終わった後です。序盤に大きな有利を取り切れていないので、花組カレンはこの中盤のゲームメイクの苦手さというのをどうカバーしていくのかっていうのが大事になってきますね。花組カレンは中盤のゲームメイク苦手なんですか。そうなんですよね。予選そして、本戦のウィークワンを見て思ったんですけど、少し中盤以降の動きにアグレッシブさがなくなるんですよね。慎重になってしまう。そうなんですよ、慎重になって、なおかつ何をどこのオブジェクトを狙っていくのかというちょっと明確さがなくなってしまうんですよね。ここも今先に動いたのはランページクインテッドでした。そしてブルーは北京ダックが抑えましたが、アリポに渡らなかった。できるならばアリポ選手に、いやミッドレーナーに渡して、ウェーブクリアや、まあ、ダメージといった点で上がりますので、アルティメット何度も使用するので、まあ、できれば渡したかったんですけど、ここもかなり危険ですよね。まだカウプン選手がフラッシュを持っているので、フラッシュフレイからの Q、もしくはフレイに合わせてクロック選手が E スキルとアルティメットを使われるとかなり危険。
ランページクインテッドが演技上してくるのではないかと。そういうことですね。ただ花組カレンとしては今この時間って戦うのは十分問題がないのでは。ただタワー下になりますとさすがに勝てないかなと。そうですね、タワーのダメージは大きいですからね。逆に言うとランページクインテッドこの場所であれば戦える。そしてここの睨み合いおそらく続きますよね。そうですよね。そして続くと全てのレーンが押されているので一度花組カレンとしては戻らなければならない。そしてその戻ってしまうと、ミッドレーンにのタワーに圧をかけられてしまうんですよね。圧をね。圧って言いませんか。さあミッドレーンのプレッシャーを逆に返していくのはランページクインテッド。サイドレーンのプレッシャー、おっと素晴らしいクレッ捕まえた。ウェザーストーム間に合わない。1キル獲得ランページクインテッド。そこからエンゲージの判断ですがすぐさまバック。いやファイル選手もう、いやフックをカブブ選手素晴らしいフック、そしてクロック選手の CC チェインで、そしてレモン選手が最後に飛び込んでキルを取っていくという一連の流れ美しかったんですけど、最後ランタンに乗って、ジャーバン要素の EQ 避けてるんですよ、ね、もう一度ヨードルトラップを踏んだストライダーを狙いに行くたらもうおごりはないぞ。 EQ から逆に返していく。ここから囲い込んだクロックならタワーダメージ耐え切ることに成功している。北京ダックも行くぞ。それ身動きが取れなかった。さあ ESR もう一度持ってきて一人でタワーダイブ1対4ですが、もう一度行くのか。さあそしてヨードルトラップを踏んでしまった。さあさあここでなキルを取っていくのはレモン。メロン選手しっかりとヨードルトラップを置いてましたね。イエスファイルスカールがいるからといってなんて強気な動きなんだ。一瞬フックしてフックが当たった時にクロック選手が前出すぎてしまったかな。そして、タワーのダメージを受けすぎて危うくデッドしてしまうかなと思っていたんですが、しっかりと生き残り、そしてその後にキルをしっかりと回収していく。おっとまたしてもフック捕まえた。ただ奥の視界がないので危険な判断というところでランページクインテッドは下がります。それに対してテレポート、これはストライダーのテレポートでした。インファーナルドレイクをやっていたのはクロックでした。味方がもう寄れる立ち位置ではありません。一度弾き出される形になります。スティールは狙えるか。ここはアリポが抑えました。インファーナルドレイク獲得は花組カレン。ストライダー選手素晴らしいフラッシュの判断ですね。先ほどフラッシュ使われてなければあのドラゴンを越え壁を越えて多分、一方的に殴られてましたね。すぐさまやめたと。しっかりとフラッシュを吐いてそのアルティメットの方向をずらしたというのが素晴らしい判断でしたね。おっとただそのストライダ ー先ほどフラッシュを使ってしまったぞ。いおお間に合った。あわやという非常に危ないシーンでした。イエスファイル選手のクレット強いですね。すでにコアアイテム2つ完成しています。ブラックフィーバーとタイタンハイドラ。それに対してストライダーはどうやらこれはガーゴイルストーンプレートでしょうか。そうですね、でもガーゴイルストーンプレートを積むにしてもチェインベストから積むのがいいと思うんですが、マジックダメージを警戒していたということになるんでしょうか。しかし、基本的にはクレットと対面する形にはなるので、アーマーをしっかりとスタックしていかないと、まあ、ソロキルといったところをされてしまうんですよね。それが先ほどの1対1のところでもまあ出てしまったのかなと。そうですね。さあただこれでランページクインテッドミッドのタワー破壊に成功しました。キャリーにもまあ少しずつゴールドが入ってきて、コアアイテムとしてはレモンとメロンお互いに2つ完成しています。こう2つ完成するとすでに、メロン選手ラピッドファイアキャノン完成しているのでかなり CG がやりやすくなってますね。そしてレモン選手もかなりダメージ出ますよこれ。しかもリッチベイン持ってますから触れさえすれば相当削れますね。おそらくアメ選手は一つのコンボをもらってしまえば HP8 割ほど削れてしまうかなと。ただローテーションの隙をついて花組カレンがミッドのタワーを破壊に成功しています。そこに対してアクションを取ろうか準備していたような動きに見えましたがカウンターの措置は取れませんでした。ガーゴイルストーンプレートを作るということは、集団戦を意識してのビルドだと思うんですけど、それに対するイエスファイルはこれはガーディアンエンジェルに行くようですね。ガーディアンエンジェルを積むことによって、飛び込んでしまっても、一度復活できる。そして1対1の状況においてもダメージビルドではあるので有利を取れる。そういった点でガーディアンエンジェルを選択しているのかなと。
もうこれは131の構図ランページクイントとしては作れるんじゃないでしょうか。おそらくここから131の構図、構図になっていくと思いますね。すでにメロン選手がミッドレーンに行っているので、ただレモン選手もミッドに行ってるんですよね。一度集まってディープワードを置いてからでしょうか。多分そういう形にはなりますよね。ボットサイドにワーディングを深くするのですするでしょうか。まあ先ほどのゲーム2とは違い、トップのファスターはすでに割れていますから、まあ、バロンを意識したような動きになるんでしょうか。そうなるのであれば、バロンベイト等するためには、バロン付近にワードがないとしにくいんですが、ただこのバロンにプレッシャーをかけることによって、まあ、バロンが目的なのではなく、こう時間を稼ぐようなプレーもできると確か先週、先々週ですか、出山さんおっしゃってましたね。はい、なのでバロンを使って時間を引き延ばすことによってランページクインテットの時間にどんどんと近づけていくというのはありだと思うんですけど。おっと、さあタワーを無理やり割り切った、その判断として S ファイルはフラッシュそしてアルティメットを使用しました。こうなるとエンゲージの手段というのが少し薄くなってしまうので、ここから花組カレンはもう一度バロンの視界を取りに行くのかなと。プレッシャーを一気にかけていきます花組カレン。ストライダーも姿を隠しているような状況か。ただテレポートのクールダウンにはまだ時間がかかります。ただウェーブクリアが早いのと、レモン選手がトッププッシュしているので、なかなかミッドレーンの CG というのは難しいですね。そしてあとレベル1でレベル16になりますよ、レモンのカサディンが。レベル16になるとリフトウォークのクールタイムすごいことになるんですよね。おお、そしてすごいダメージだ。サーセンが捕まっているぞ。北京ダッカーすぐさん守りに行く判断ですが、さあどうする。クロックもやってきて、おごりからここはサーセンフラッシュアウトを対応しました。逆に北京ダッカーは捕まる形になった。アルティメットのボイドラッシュを使って時間は稼いでいますが、フラッシュアウトも間に合わなかった。そのままクロックのキルにつながります。ただその戻りのところを雨が仕留めていった。クロッレモンがダウン、しっかりと寄っていけましたね。さあ一時のトレードになりましたが、その間に仕事をしているのはイエスファイルだ。ただ先ほどの逃げるスキルは全て使ってしまったぞ。ワンも今の状況下ではありますが、レベル2 の有利があります。そしてバロンに触っているのはランページクインテット。視界はお互いに見えている状況か。テレポートストライダー持っている。壁分が大きく削れました。ここは一度下がる判断を行います。ただストライダー 1v1 ではもう手が出せない。出せないですね。さあインヒビター触りに行くか。相手の視界が見えていません。花組カレンの残りのメンバーが見えないというところで、イエスファイル一度イコール、いやバックの判断です。いやかなりボットレーンのインヒビタータワー取られてしまったので、難しい状況になりましたね。ただランページクイントが行っているのはやはりこう131ですよね。そうですね。そしてそれが成果として出ている。131をどう崩していくのかというのが花組カレンの課題にはなるんですが、すでに、イエスファイル選手とレモン選手ビルドがかなり完成してしまっているので。メロン、なぜラピッドファイアカノン2つ、あれ二丁拳銃になってますね。僕もわからないんですよねこれ。デアさん、結構あると思うんですけど、はい、ミスですかね。ミスだと思いますね。こらこらこら。さあミッドの CG かけていくのはそのメロンです。おそらく途中で気づくんじゃないですかね。さあエンゲージの判断をしてるぞ。ストライダーがテレポートを切った。そこからサーセンが走っていきますが、クロックがまずはボディースラムから一瞬で捕まえて、サーセンがダウン。そのまま集団戦になります。さあただここでメロンを捕まえることに成功しています。フラッシュアウト、さらにヒールが間に合っている。カサディに対してフォーカスを合わせましたが、決戦場を使っても逃げ切れている。ただそこからキャリーのダメージが素晴らしい。ただアリボもしっかりダメージは出ているが、出ているが、イエスワイルが強いぞ。ストライダー、そしてさらには残っているのは北京ダックですが、イエスワイルが止まらない。 GA もまだある状況下からのダブルキル。ストライダーフラッシュアウトを選択しました。クロックがまだ追いかけている。残っている2対1の状況下、この集団戦勝っていったのはランページクインテット。いやストライダー選手が、メロン選手をしっかりと捉えて そしてメロン選手をダウンさせたのは良かったんですが、そこからのイエスファイル選手の暴れっぷりがとんでもないですね。さあサーセン、すでにアップしている。サイネフィールドを打ちながらですが、ものともしません。さあもう難しいですね。イエスファイル選手17レベルなんですよね。ガーディアンエンジェルも持っているので。雨は今復活しましたが、追いかけるか難しい判断です。視界はありません。下がる判断をしました花組カレン。さあ今の集団戦でゲーム時間32分というところで、4000ゴールド近く有利を取っているのはランページクインテットです。
インヒビタータワー、インヒビターを取ボットレーンのインヒビターを取れているので、おそらくここからランページクインテッドは一気に、バロンに圧をかけていくかなと思いますね。まずはマウンテンドレイクを取りに帰ります。その間に視界の確保は花海カネが向かっている状況、先ほどの集団戦のリプレイです。ここからサーセン選手まず使うクロボショットするんですけど、予想像以上のダメージをダウンしてしまうんですよね。ちょっと地形がここ難しかったですね。ここ北京ダック選手が捕まえてないですね。ただ少しイエスパイル選手のダメージが出すぎといった感じですね。アリポもしっかりとダメージは出しているんですけどね、それ以上にイエスパイル選手のダメージが大きいんですよね。さあ292CS、気づけば一番ファームをしている男です。さらに言えば一番多くのキルをランページクインテッドで流れも持っています。ただもうすでにレモン選手はボイドスタッフも完成していますし、メロン選手もラピッドファイアキャノン2個完成してますから。そうですね、完成してますね。まあここからおそらく、バロンに対してプレッシャーをかけていって、バロンボットレーンのミニオンがネクサスにたどり着いたり、まあ、こうやってアリポ選手が見えている状況で、サーセンのグラブからクロックを捕まえた。これダウンするとバロンがまずい。ただクロック非常に硬い、まだ生き残っている、倒れなかった。そしてイエスワイルがそのままエンゲージをかけているが、ただ雨がフリーでダメを出し続けている状況下ではあるが、ガーディアンズのバラン残っているぞ。そしてメロンもフリーだ。まずは前線に出てきてストライダーを狙いに行く。しっかりとその集団背中のフックを当てているのはカブブンだ。イエスワイルはもう一度前で、これガーディアンズが発動。カブブンも入りません。クロックが戻ってきてもう一度エンゲージを決めていった。そこから完全に集団戦を決め切ったのはラッページクインテッド。ブルーチームトリプルキルはメロン。いやーメロン選手ずっと殴り続けてたんですよ。一瞬も止まることなくでしょうね。全く止まらずずっとオートアタックをし続けて、全てのチャンピオンのダメ HP がみるみるうちに削れていったんですよね。そして最後にクロック選手の E フラッシュによる CC、しっかりとアリポ選手を捉えていて、そこをどうしようもなかったですね。さあランページクインテッド、この試合でしっかりとそのメロンの活躍を見せて勝利をつかみました。さあどうでしたか、出川さん、本日の最終試合でしたけれども。いやいや、イエスファイル選手のプレッシャーも加えてそうなんですけど、やはりメロン選手の動き素晴らしかったですね。集団戦の時に常にダメージを出し続けるというのもそうなんですけど、ポジショニングの位置がやはり綺麗なんですよね。その後にしっかりと、自分たちのパワースパイクを理解しの、集団戦も行えていたので、ランページクインテッドとしてはやりたいことができたのかなと。こうイエスファイルがこう先出しのクレットであそこまでちょっとゲーム展開を握るというのは意外だったのかなと思ったんですけれど、そうですね、あそこまで有利を築き上げていくというのはちょっと予想してなかったですね。しっかりとミッドレーンにアルティメットを使って、アリポ選手をキルしていくのにもありましたし、もう一人で、ストライダー選手を抑え込んでいたので、もうとんでもないハンドスキルですよね。やっぱりここは、まあ、ゲームの中の解説でもおっしゃってましたけど、こうトップレーンの介入っていうのはもうちょっとあっても花見金としては良かったのかなというところですか。そうですね、かなりランページクインテッド全体的にダメージを出しているというのもあるので、どこか一つ、まあ、特にトップレーンを、まあ、潰せているのであれば、ストライダー選手の決戦上のダメージであったり、イエスファイル選手のエンゲージ能力の低下であったりで、もう少しゲームを有利に進められたとは思いますね。なるほど、ボットレーンからこう作り出せるかなというようなシーンあったんですけどね、花組カレンも。そうですね、もうかなりボットレーンに比重を置いてキルを取っていったり、サーセン選手がミッドレーンにロームして、まあ、キルを取っていくというのは何度もあったんですが、それでもやはりオブジェクトですかね、しっかりと取り切ることができなかったのと、トップレーンの TP の差ですかね。トップレーンの TP の差というとちょっと言い方が悪かったかもしれませんが、TP のタイミング、タワーにプッシュしきった後にイエスファイル選手は TP をしているので、それによって、ミニオンの経験値差によってイエスファイル選手どんどん有利を作っていって、まあ、ダメージであったり、まあ、レベル差であったりを作れているので、
まあ、そういった点でもう少しトップレーンを貸していってもよかったかなと。まあ、確かにそのイエスファイルと対面のストライダーの その明確な差が生まれたっていうところでいうと、中段戦の後のあの11レベル、あそこのタイミングですよね。11レベルと9レベルでレベル2差がついてしまった、あそこからこう大きく展開が動いたのかなというのは見ていて感じましたね。そうですね、あそこやっぱりレベル差というのは純粋に、まあ、なんて言うんですかね、ゴールドにすると1500ゴールドだったり2000、まあ、2000ゴールドぐらいの差があるんですよ。あ、2000ゴールドもあるんですか。まあ、スキルの差、スキル1個の差、そしてベースステータスの差というところで大きく差ができてしまうので、まあ、レベル差って大きいんですよね。まあ、こうね、我々見ている中では簡単にこうレベル差がありますねっていう話はしますけれど、それだけ大きな差がもうそのプレイヤーたちには実際の数値として、そしてプレッシャーとして、まあ、追いかぶさると、はい、なるほど。さあ、それでは見事勝利を飾ったランページクインテットからメロン選手のインタビューの準備ができているということなので、メロン選手にインタビューしていきたいと思います。もうすでに通話がつながっているということですので、メロン選手よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは勝利を飾った今のお気持ちというのはどうですか。ありがとうございます。今の気持ちは久々の試合でなんかこうしてインタビューすることが新鮮な気持ちですあとゲームの方はアイテムを2個間違えて購入してしまってちょっとテンパってしまったんですけど、うまくできました。やっぱりあのラビットハイカノンは間違いだったんですね、はい、そうですね、買った瞬間チームメイトにメロンアイテムが、アイテムがっつってやっぱりあのメロン選手でももともと LGL の一部で戦われていた選手ですけれども、はい、結構その緊張とかそういうのがあったりしたからですかね。いや、単純にミスしましたね。あ、もう緊張とかはなくて。あ、緊張はないんですね。はい。そしたら結構やっぱりそのランページクインテッドそのチームの中だと、まあ、おそらく一番メロン選手がその選手としての経験値が長いと思うんですけれども、はい、結構中心といいますか、す周りをこう俺が引っ張っていかなきゃなみたいなところが、ね、はい、自分が主にコールしたりサポートのカープン選手とコミュニケーションを取って、まあ、引っ張っていってる感じですね。なるほど。電話さんから、そうですね、最後の集団戦あったじゃないですか。はい、あそこかなり綺麗に立ち回って HP1 も削れることなくダメージ出し切っていたんですけど、 AD キャリーの立ち位置として気にしてることって何かあるんですか。結構危険な位置に踏み込んでそれを避けることが、そこから脱出すると油断戦で勝つことができます。結構難しいこと言いますね踏み込まないといけないんですね。はい、ミッドでちょっと当たった時やったんですけど、集団戦であそこで、ブリッツをキルしたんですけど、そこでレクサイに入られてしまって、当たっても大丈夫かなって思ったんですけど、案外ダメージもらって死んでしまったんで、そういうところをもうちょっとフラッシュで避けれたら例にできたかなって思ってます。なるほど、なるほど。さあ、それでは、まあ、本日は最終試合となりましたが、まあ、まだウィーク2というところでまだこれからもどんどん続いていくわけです、はい、そしてメロン選手といえば、まあ、たくさんのファンの方もいらっしゃると思いますので、見ている皆さんに向かってぜひコメントをお願いします。これからもランページクインテッド応援してください。 LGL に必ず上がります。ありがとうございました。お強い言葉を聞かせていただきました。見事勝利したランページクインテッドからメロン選手のインタビューでした。ありがとうございました。非常に深いエディキャリーのお話聞かせていただきましたね。そうでしたね、勉強になりますよねまあね、最後の集団戦の時にこうなってましたからねこうメロン選手の動きには驚愕してましたねいやあそこまで綺麗に立ち回れると思わないですよね。あそこHP1 も削られてないって僕びっくりしちゃうのでまあこのランページクインテッドがその CS の中でもコグマウであったりとかケイトリンっていうそういうレッドゲームキャリーと言われる ADC を、まあ、置くのはやっぱりまあ彼の信頼があるからなのかなと。そうですね、やはりレートゲームキャリーをピックすると、まあ、レートゲームまでゲームを持たせないといけないんですけど、まあ、それをレートに持たせてそしたらキャリーしてくれるという信頼があってこその、まあ、ピックなんでしょうね。あとメロン選手がまあ中心なんだろうなというのは予想はしてましたが、まあ、彼がコールしているというのはちょっと意外でしたね。そうですね、 AD キャリーがコールするというのは、まあ、あるにはあるんですけど、やはりサポートへの提案であったり、まあ、メインコールはサポートとジャングラーがやっていたりというのが多いんですけど、まあ、AD キャリーがまあコールをしているというのは少し驚きですね。レーニングの AD キャリーって結構
忙しいですよね。まあそうですね、 CS 取ってマップ見て、敵のハラスのポジショニングを見たりとか、まあ、忙しいのはあるんですけど、まあ、それでも続けていけば余裕はできますので、まあ、それがまあランページクインテッドのまあスタイルだというところなんですかね。そうですね。ただあの暴れ回ってるトップレーンのイエスファイルさんの手綱をどうやって握ってんのかなっていうのはちょっと気になりますけどね。おそらく、まあ、暴れ回ってはいるんですけど、なんていうんですかね、番犬みたいな、自分たちには優しい。なるほど。まあコントロールは取れていると。おそらく取れてると思いますね。まあそしてね、一部に必ず上がりますと。力強い言葉ですよね。まあ、そしてまあ今日見ている皆さんもね、まあ、待ち望んでいたセリフなんじゃないかなとは思います。おそらくメロン選手のインタビュー待ちに待ってた人多いと思うんですよ。まあ、彼はね、今日まあちょっと相手はミスっちゃいましたけどとはおっしゃってましたけど、ただ緊張はないと。そうですね。でもまあラピッドファイアキャノンを持ってないという考えだったんだと思うんですけど。まあそうなんでしょうね。それでも、まあ、緊張はない。やはり LJL ずっと戦い続けていたという、まあ、貫禄みたいなものですよね。まあ、今後も彼がどんな試合をしてくれるというのは非常に楽しみですね。はい。さあそれでは以上をもちまして、 LJL チャレンジャーシリーズ2017サマースプリットのウィーク2が終了いたしました。本日の結果はこのようになっております。ゲーム1、ハーモニクスゲーミング VS クレストゲーミングの試合はクレストゲーミングの勝利。ゲーム2、スカーズ VSV3 スポーツの試合はスカーズの勝利。ゲーム3、ランページクインテッド VS 花海カレンはランページクインテッドの勝利となりました。そして次回のウィーク3は、ゲーム1、ランページクインテッド VS ハーモニクスゲーミング、ゲーム2、花組カレン VS V3 e スポーツ、ゲーム3、スカーズ VS クレストゲーミング、こちらの3試合の模様をお送りいたします。まずはハーモニクスゲーミングはどのようにして、自分たちの集団戦の強さというところを見せていくのか、そしてラッページクインテッドはまた同じようにレイトゲームキャリーの構成を作って集団戦を勝っていくのか、集団戦のぶつかり合いが少し楽しみですね。で花組カレンと V3 e スポーツは、まあ、花組カレンの中盤のゲームメイクの弱さをどのように、修正していくのか、そして V3 e スポーツはそこをつけるのか、そして最後に、スカーズとクレストゲーミングはお互いにLJL シリーズの、プロモーションシリーズ、そうですね、プロモーションシリーズ戦った経験があるので、かなりレベルの高い試合がで見れるんじゃないかなと思いますね。まあ、全部レベル高いんですよね。そうなんですよね。もう言ってしまえば全てレベルがかなり高いんですよね。そう、しかもなんかなんというかこう仕上がってきているようなままのいくつなんで、まだまだこれからあると思うんですけれど、どちらも隙を見せないというか、そういう試合点が非常に多いので、本当にまあ見逃せないかなと。楽しみですよね。さあそしてこちらの試合ですが、こちらは来週7月の20日20日ですね、こちらの木曜日19時からの放送開始予定となっております。さあそれでは本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。本日も私実況カツリオンと解説のデイワンがお送りしました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。さよなら。トップレーンを狙いに行くのはハーモニクス、ボディスラムのエンゲージからまずは1キル、ただテレポートで反応していると、ニンニンが決戦場、フラッシュした時は壁際だったので、もう身動きが取れなかったとマリオ、ただクラレスがやってきて、ショックアームで全員を巻き込んだ、ただそこに返しはアルツだ、アルティメットでまずは1キル、さらに追撃、はちゃめちゃ回ってくると、ボイドラッシュで接近して、テレッテを狙いに行く、ただここには盾があったので、ダメージが取らなかった、2v3 の状況が、クラレス、まだダメージが出せる状況ではありますが、お互いスキルを打ちながら、キルにはつながらない、トレードとしては3人のトレードになりました。コートは
になりますよ。さあテレポートを切った、そこからはちゃめちゃがまずは、いやこれはマニコを狙いに行く動きがあるんですが、まずは1キル、はちゃめちゃとの合わせ技クラルスがなんとかそのアルプスを狙いに行きたいという動きですが、その前のドラゴン前の集団戦でこれはイオンがフリーダメージだ。さあ前線の2人を叩いていきますが、非常に硬いか、ニンニンがしっかりとアーマーを削る EQ のコンボを当てています。この2人はもう生き残れそうにないぞ。さあそのままキルにつなげていくのはクレストゲーミング、導入しようと試みてはいるんですが、そこに対してアルプスのこのスパンのスキルショットが、しかしショックウェーブから一瞬で持っていったクラルスが見せたと、そこから氷河の烈光でトップレーンも絡め取ったら丸飲みで助けていますが、セットで捕まえることに成功しているのはハーモニクスだ。さあここから反転だ、フェザーストームで一度逃げ切って、さらにはフラッシュアウトスキルをスネアを当てているのでうまく逃げることができている。そして後続のハジャメジが時間を稼ぐことに成功していますが、ここからは刺激逃げ切れるかどうか。デッドマンズプレートが、さあ球が当たった、ブリンクはもう上がらない、シャットダウンはクラルス、V3 は把握できていない。スネアはドロリンのスネアはフラッシュアウトでかわしたんですが、それを見てからのメイのエンゲージ、さあ捕まえたと、キューメーカードロリンのキル、しっかりと、自分たちのアリスタンをピックしたという強みを生かしてのジャンプ決めていきますね。いや、ここから原形状を決めているのはスマイル、ドローンを捕まえたが、いやフラッシュアウトで握り切ることができたですね。チャージ横から飛び込むのはダークキャンター、相手の攻撃キーメーカーを狙っている、そしてアルティメットはフィナーレが刺さってしまった、キーメーカーの体力を大きく削れるぞ。そのままアイビーからの集団戦、ロキがダメージを出し続けている、スネは届いていないがダブルキルはロキ、ゲージが来ますよ、しばらくメカナになれない状態が続きますので、ですよね、切れるタイミングでフィナーレとチャージの合わせ技、相手のバックライン飛び込んでいくのはメイ、時間をしっかり稼いでいる、ただ相手のキャリーには届きっていないぞ。さあここからのダメージ出し合いどうなるか、ロキが少し前に出たタイミングでカオスストームを食らって一気に体力を削ってしまって、フラッシュアウトしなければならなかった、イーヒーターを叩くタイミングで前に出ていたノロリンの捕まりそうなタイミングだ、イーハイ、そしてキーメーカーがフリーでダメージを出せているぞ。さあまずは1キル、メイアルティメットは持ちきらなかった、さらにはブルザイノロリンの体力を大きく削れる、ダークキャットはまだ生き残っていますが、スカーズの生命が崩壊しているか。さあロキがこのタイミングで横から入ってきて、とんでもないダメージを出している、トリプルキル、スネアはかわしているがまだ流れが止まらない、ストライダーも合流。さあ2球のピックアップ、クロックに仕掛けていく、まだフラッシュは持っている状況か、ストライダーが逆にマナがなくなった、さらにはローヘルスというところで思い切って仕掛けていくのはイエスファイル、ただフラッシュアウトが間に合ってキルに繋がっていない、そしてここでスカールが逃げてしまう、そこでボットラインからグラップ決めていくのはサーセン。どこからサニをクロックから動かしていきました、そしてフックはここはカバーするような動きです。サーセン体を張ってフックを AD キャリカー守ったと、そして合わせていくのはアメ、ベダストのダメージ HQ 確保、そしてアリポがやってきた、そのままボットレーンを借り切って2キル獲得、花組カレン、エンゲージの判断をしているぞ、ドライダーがテレポートを切った、そこからサーセンが走っていきますが、クロックがまずはボディースラムから一瞬で捕まえてサーセンがダウン、そのまま集団戦になります。さあただここでメロンを捕まえることで成功しています。フラッシュアウト、さらにヒールが間に合っている、重ねに対してフォーカスを合わせましたが、決戦場を使っても逃げ切れている、ただそこからキャリーのダメージが素晴らしい、ただアリボもしっかりダメージが出ているが、出ているが、イエスワイルが強いぞ、ストライダー、そしてさらには残っているのは北京ダックですが、イエスワイルが止まらない、 GA もまだある状況下からのダブルキル、ストライダーフラッシュアウトを選択しました、クロックがまだ追いかけている、たどり着いたり、今こうやってアリコ選手が見えている状況で、サーセンのグラブからクロックを捕まえた、これダウンするとバロンがまずい、ただクロック非常に硬い、まだ生き残っている、倒れなかった、そしてイエスワイルがそのままエンゲージをかけているが、ただ雨がフリーでダメを出し続けている状況からあるが、ガーディエンジェルまだ残っていると、そしてメロンもフリーだ、まずは前線に出てきてストライダーを狙いに行く、しっかりとその集団背中のフックを当てているのはカブブンだ、イエスワイルはもう一度前で、これガーディエンジェルが発動、カブブンも入りなさい、クロックが戻ってきてもう一度エンゲージを決めていった、そこから完全に集団戦を決めきったのはラッページクインテット、トリプルキルはメロン、ラッページクインテット、この試合でしっかりとこのメロンの活躍を見せて勝利をつかみました。